レオニード・ダニロビッチ・クチマは、ウクライナの政治家。第二代ウクライナ大統領。1938年8月9日、当時、ソビエト連邦の一部だったウクライナ共和国、チェルニーヒウ州北ノブホロドチクチャイキの村に生まれる。1960年、ドニプロペトローシク大学物理技術学部を卒業し、ドニプロペトローシク州にある ICBM などの、 ブースターロケットを製造していたピューデンマシ、ーの逆称。ロシア語では、ユージマシ、ー直訳すると、南部機械工場に勤務する。1986年に総工場長に就任。この間、ソビエト連邦共産党に入党するが、1991年8月の保守派によるソ連8月クーデターの後、共産党を離党する。 ウクライナ独立後の1992年10月に、レオニード・クラフチュク大統領の任命により、ウクライナ首相に就任するものの、経済危機を食い止められず1年後に辞任。1994年7月10日の大統領選挙にクチマは、現職のクラフチュクに挑戦する形で立候補する。大統領選挙の結果、クチマは52.14%を獲得し、 現職のクラフチュクに勝利し、第2代のウクライナ大統領に就任した。1999年11月に再選。この選挙では、共産党系候補であるペトロ・スイモネンコと第2回投票で争ったが、東部と西部で支持傾向が分かれやすい、ウクライナ大統領選において、珍しく東西軸が意味を持たなかった。口間は、ヨーロッパとロシアの中間にあり、 両者の干渉地帯となっているウクライナの地政学的位置を生かした。EU や NATO に加盟を表明し、さらに中東を比較化地域構想の提唱や、口孫は委員会の設置に見られる対米関係を強化、ロシアを牽制するとともに、西側諸国から多額の支援を引き出すことに成功した。また、ロシアへの核兵器の完全移送や、 シルノブイリ原子力発電所の閉鎖なども実施した。その一方で、クチマは経済改革に伴い誕生した新興財閥と癒着し、次第に強権化、集権化を強めていったため、西側との関係も冷却した。2000年11月、反体制ジャーナリストの殺害に、クチマ大統領が関与しているとの疑惑が持ち上がる。 野党勢力による大統領退陣要求が高まる中、ウクライナの国内政局は流動化した。口回事態を打開するため、ロシアに軸足を移しつつあった。2002年議会選では、与党系のブロックである統一ウクライナのために押支持したが、比例区での得票率は、ビクトル・ユシチェンコ率いる我らが、ウクライナブロック、共産党に次ぐ 11.、11.77%に止まった。 この時、ドネツク州では統一ウクライナのためにブロックは36.83%の得票率を上げ、全ウクライナにおける約30%の得票を同州で獲得した。この高い動員力に着目し、2002年11月に同州の州知事を務めていたビクトル・ヤヌコービチを首相に推薦した。二千四年十月に任期満了に伴い実施された大統領選挙では、 11月の決戦投票で、与党陣営のオスビクトル・ヤヌコービチ首相が最初、当選とされた。しかし、ビクトル・ユシチェンコ前首相の野党陣営は、与党陣営による不正があったとして、野党支持者によるデモや政府施設への包囲が続き、ウクライナ国内は混乱状態に陥った。ヤヌコービチとユシチェンコが、欧州首脳の仲介で対話による解決で一致したのを受けて、 12月2日、口間は放浪し、ウラジーミル・プーチン・ロシア大統領と会談。12月26日再選挙が行われ、ユシチェンコが勝利。現在は政界を引退し年金生活に入っている。また自ら立ち上げた財団の運営にも関わっている。国外逃亡を余儀なくされたアスカル・アカイフと比べると、はるかに穏便な老後であり、このことがオレンジ革命の性格を物語っている。 ありがとうございます。